してないので自分がまっすぐでいなくなる、それしかいなくなるっていうのはすごい大事だと思って、あっ、使ってたんですかね、いなくなったって、いなくなると誰もやれないです、いなきゃやらないんだよ、だからいなくて、ね、いなくなる、いなくなる、その時にこう姿勢が回らないようになる、そういう声だから、それはどんどんあれば持ってくるんだけど、だからなくてもいったら大きくなくなる、そういうそういうそういうことを結構ですね、ちょっと最初いなくなってずっとしてればいなくなって感が、いなくなったらすぐいないところ、あ、いねえやって彼女が思った瞬間もうすでに放置しないといけない、いなくなって、キープしてるから、また、いなく、転換していなくなったすぐ、で、何か、こういう結構、こういう結構、あれかな、予定してないから、予定してるから、おいなくなるの予定してて、おう、予定してると。予定してないでいなくなるだけ先に考えてると彼女必ず来るからやられちゃうんだよ、やるときに何か予定してるんで、何かやるかって何かあっ予定してるんですごいなで、いなくなるのと相手の場所を作るのすごい大事だ、相手の居場所、自分の居場所は割と意識してるから作りやすいんだけど、相手 の, その場所っていうのはなかなか作れないとうまくいかないのかね、で困ってやった時も相手の場所を作るの、相手の勝手に場所を作れないでこういるんだよね、相手の場所をこう上げれば、うまくいくんだけど、作れないと、ここに来ると思ってる、いくらやろうとしても、こう来て、相手の時に、相手の場所を、こっちですよ、あなたの場所、こっちですよ、手を抜かないとできない。場所を、相手の場所を考えながらやる。それを、やった方がいいんじゃないかな。じゃあ、もう少し聞きましょうか、なんか石飛んできたときはやるんだよね、こうやってかばすんだよね、それやったのか、それやってやるかな、防御反応、自分の防御反応で、それを利用する、でなんか来るよね、したらやばいって、こんなやばいで、来たらいや、来ないでね、こうなるんだけど、こうじゃなくて、あ、来たらやばい、石が飛んできたらと思って、え？うまいそうです、自動的な反応ってのは自分の反応ってのは人によって違うのかそう、だから西洋の人たちはこうやってやるのが多い、あー、ちょっと来ないよって、そういう感じ、我々はちょっと動かせるっていうのを頭のせいで脇き締めて、こういうふうに中心でこう、あ、ここ開けないで、なるべくこう、そういう感じでさ、顔を伏せる、中心伏せる、この中心で、それを利用してちょっとやるかなと、あ、したら、なんか何でもいいんだけど、殴ってくるとか、殴ってきたら、で、これを利用して、そのまんま、利用しながら、ここ来たら、こうなって、こう、なんでもいいんだけど、ここ、開いてる、力、出てくる。
通りがあります。これを引き続き、これ勝手にここにあるこいで、お勝手にこうやったら好きなこと考えてくださいこうやって来て、やばいやばい、そしたら次なんかできる、こう近いから近いからもうこれ離しちゃうと技になる、目の毛が来ちゃうから近くて、例えば近い時に見えてる、これをこう吹かれて防御にならない関係ないから、こうなってこんな感じで意味分かるかな、自分でつらつらなんだけど、今日は自分を伸ばしてその時に見えたこういう場所、こういう場所をちょっとこれを置き換えた状態で こうやって自分だけブロックしてる意識だ、自分だけブロックして、さっき一応するとか一応するじゃない、逃げ場とか彼の牙をつくとか言ったけど、でこう受けた時にこういう手気にしてないで、気にしてるから受けてるから、初めからこうやって受けてないな、当たる瞬間に受けたこうやってそうすると深いし中心見える、隙間、こうやって目開けてるから、まあ、見えるね、まあ、最後の顔とか、こういうところね、それで、こうやってやってたら安心っていうか、こうやってやってるより安心ドア高い、この方がもうつかんないんだから、これ以上やられないんだから、だからこうやってやって安心だから、次来るよでも、こういうここを捨ててるから、次来るけど来る前に行く前に行っちゃう、そういう感じ、そしてこうね、こう中心に合わせてるから見えてるから、これね、そうすると見えてるから、こうやっても見えてるから、見えてるよね、だからそういう合気道的なっていうのはしないんだけど、要はこれだけからできる、だから見えてるから、じゃあ適当にじゃあ少し完全に、ホープして、戦
体重が大きくて、見ながらこうやって完全に下のレベルからこうやってモーティバートしてます。でも自分がそれぐらいですから